今のテレビとインターネットのこうなんていうかな強さがどんどん変わっていってるでしょ。もうねこの間あるマジシャンじゃないなモノマネをしてる女の子とちょっと飲みに行く機会お話する機会がありまして、テレビにも出てる子なんですよね。で5年ぐらい前かな、まあ、数年前まではテレビに出ると翌日、まあ、メールなり、まあ、もう LINE が始まったから、まあ、連絡がいっぱい来たと友達とか知り合いからね。ところが昨年末にテレビ出たんですって。結構ゴールデンタイムで出てるそうなんですが、僕にもこういうテレビに出ましたって LINE は来てたんですけど、まあ、あんま興味がないから見てないんですよ。でこの間聞いたら、いやもう全然テレビに出ても翌日の反響っていうのがもう誰からも来なかったですと。ところが立花さんの YouTube、 僕の YouTube 出たことあるんで、あのみかんつむちゃんって女の子ですけども、立花さんの YouTube に出た方が反響がありましたというようなところでですね、やっぱりもうテレビよりもネットの方の、まあ、反響っていうんですかね、特に若い人はそういう状況なので、まあ、今一番僕は自分に言い聞かせてるのは焦るなと。もうね56歳なので焦らなきゃいけないと思う人もいるかもしれませんが、焦っちゃダメと。私は最初の頃は織田信長のように泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギスのようにですね吠えてましたよね。 NHK の集金に対してもお前らいかにせよこらとかってね、 NHK 天王寺営業センターに行ってね机バーン叩いたりしてやってましたね。 YouTube が4回ぐらいチャンネルバンされましたけども、当時ね南の帝王の竹内ね力さんの南の帝王の万田銀次郎のモノマネをして、歌もねアカペラで南の帝王っていうか欲望の街歌ってたりしたんですけど、話それますが、竹内力さんともお会いしてですね、非常に仲良くっていうか、まあ、LINE の友達として仲良くはさせていただいています。まあ、要は、僕がこの YouTube を始めた2011年、今から13年前、その頃からですね、最初の3年間ぐらいはですね、織田信長のように、本当にこれ大丈夫かみたいな感じでですね、やってきました。でその後、まあ、ちょっと角が取れてですね丸みを帯びてですね、豊臣秀吉ですね、あの農民から天下統一をした豊臣秀吉のような生き方をしてですね、なんとか国政政党国会議員になって国政政党の党首まで来ました。で今回今日のまあね、裁判に負けたというところで国政政党を失ったというところでですね、まあ、ここは一旦お休みをしてですね時間が来るまでゆっくり待とうというところで、徳川家康のようにこれからは生きていこうと考えております。ですから、まあ、今自信7割不安 3割みたいな形でですね、まあ、この動画作ってます。